はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、がん細胞を短時間で 98% 死滅させる驚異の食べ物ということについてお伝えしたいと思います。で、日本人の三大死因であるがんがありますよね。で、進行性の病気ですので、なかなか治るってことはなかなかないですし、痛みを伴いますので、多くの方ができるだけなりたくないなというふうに思っている病気の、まあ、1位、2位を表すような、結構はね、なりたくない病気だと思うんですよ。で、しかし今回はですね、がんに絶対なりたくない方のために、タイトルの通り、がん細胞を 98% も死滅させるという、めちゃくちゃすごい効果のある食材が、研究の結果から分かりましたので、ご紹介しようと思います。この動画をご覧いただくことで、がんをやっつける最強の抗がん食材が分かってですね、今後あなたの体をがんから予防することができますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を聞き直しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずくチャンネル登録をお願いします。ということで、がん細胞を短時間で 98% 死滅させる驚異の食べ物についてお伝えしたいと思います。で、がんになるのってね、やっぱ嫌ですよね。がんってね、その痛みがやっぱ結構すごいんですよ。どこのがんになったとしても痛みが強かったりとか、まあ、肺がんとかだったらちょっと苦しさの方が勝つかもしれないですけども、結構そのがんってね、やっぱ痛みが弱いというか、痛みが強く出ちゃう病気なんですよね。で、三大死因の他にはですね、その脳卒中とかですね、あるいは心臓病とかがあるんですが、心臓病って、そのもし亡くなるんだったら、割と短時間じゃないですか。その、あくって痛くなって、パタッてみたいな亡くなるというパターンが多いから、まあまだね、私としてはね、時間が短いから、癌よりかはまあいいかなって私は思うんですよ。で、その脳卒中だったらね、そのなかなか亡くなるケースってそんなに多くなくてですね、片方が麻痺してですね、そして、肩麻痺の状態で生きていくっていう方が結構多いんですよね。まあ、これもね、また大変なんですけども、痛み的にはですね、癌よりかはやっぱりそんな、その、強いってわけじゃないんですよね。まあ、ないわけじゃないんですけど、肩麻痺でもやっぱり痛みっていうのは出てくるんですが、がんほどね、もう痛い痛いってなくなっていく方はそんなに多くはないんですよ。だから、がんってね、痛みをずっと我慢する病気ですので、やっぱ嫌なんですよね、私はね。だから、あなたはどうですかね、この、どのシーンがいいかなとか、まあ、シーン選ぶのもちょっとどうかなと思いますけども、やっぱがんって大変なんですね。で、その、進行性の病気ですので、治療してもね、治るかなかなかわからないですし、そのがんをね、その抗がん剤で治療してもですね、まあ、小さくはなるけども、なかなか取り切るというのはないですし、手術してもですね、残る危険性というのがあるかもしれないですので、転移しているかもしれないですので、まあ、そこがなかなか安心できないのもがんのちょっと嫌なところなんですよね。そして治療にお金がかかります。がんというのは入院費はね、そんなに長く入院しないので、そんなにかからない方が多いんですけども、通院がね、結構お金がかかるんですよ。それです。このがんの通院費というのは1年間に100万ぐらいが基準だというふうに言われていますので、これが5年、6年続いてしまうと、もう100万、100万、100万、100万で、ものすごくお金がかかっちゃうんですよね。だからこれもがんのやっぱ大変なところなんですよ。で、あとはね、その抗がん剤でね、髪の毛抜けちゃうとか、その体に負担がめちゃくちゃ大きいとか、体が辛くなっちゃうとか、まあ、その点もね、やっぱがん治療の嫌なとこですよね。その脳卒中とかあったら、最初やっぱりね、その治療はやっぱり必要なんですよ。血液サラサラにするものとかですね、そういった、脳血管障害で脳出血だったらね、脳の手術とかしないといけないんですけども、その後、そのずっと通院が必要とか、そういうことはないんですよね。薬がずっと使わないといけないってことはないんですよ。で、心臓病もね、やっぱりそのバイパス手術とかする可能性はありますけれども、だからといってずっとその、通い続けてね、治療しないといけないとか、進行してしまうからね、そのずっとその治療を続けないといけないということはなかなかないんですよね。だからその点ね、がんってお金もかかるし、その治療の負担もずっとかかるし、まあ、やっぱ大変なんですよね。でもですね、その結構こういう大変ながんなんですが、あんまりですね、自分ががんになって思ってない方がいらっしゃるんですよ。あなたも実はそうじゃないでしょうか。私もね、ちょっと前までは、まさか自分ががんにはならないだろうというふうに思ってたんですよ。まあ、今なってないんですよね。まあ、でも、その、やっぱりですね、実はがんってすごく身近な病気なんですよね。だから今、がんになるって思っていない方、また自分がね、将来、まさか自分はがんになるってならないだろうと思っている方は甘いんです。なんとですね、日本人では2人に1人ががんにかかって、3人に1人ががんで死亡しているんですよ。これ知ってましたか ?2 人に1人ってめちゃくちゃすごい確率でがんになるんですからね。だからですね、例えば、まあ、こう言われたらパッとしないかもしれないんですけども、まあ、1人2人いたらですね、はい、じゃああなたは健康で、あなたはがん。はい、あなたは健康で、あなたはがんという状態じゃないですか。で、この2分の1にね、自分はなかなか勝てるというふうに思っている方がいらっしゃるんですよ。まあ、1人からね、まだ食事もいいだろうと。その、がんになる確率もそんなに高くないだろうと
持ってる方が多いんですが、まあ、もしあなたですね、もう一人ね、あの別の人がいるとするじゃないですか。で、この、2対2、2人に1人だったら、こう、2対1のバトルなんですよね。まあ、このバトルするわけじゃないんですけども、こういったその状況になってるんですよ。で、この、あなたではなくてね、もう一人の方が、あなたはその健康的にどうですかって聞かれた時にですね、私は結構健康的ですよ。あの、タバコも吸わないですし、アルコールも飲まないですし、結構お野菜食べてるし、肉も食べないですよね。そして油物もね、結構控えてるんですよ。私和食が好きなので油物そんなに取らないんですよね。唐揚げとか天ぷらとか食べないんですよ。でお肉もね、そのお肉で私はその魚が好きなので、お肉はそんな取らないですって。でこのねチャンネルを見ていて、その甘いのも取るようになったし、オリーブオイルもね結構取ってる方なんですよ。まあたまにね、その甘いものとかその外食にね行くとはあるんですも、まあ日頃はやっぱりこういった、お肉を食べなかったり、お野菜をちゃんと食べたりとか、和食でね、まあ割とバランスのいい食事を、気をつけるようにしています。っていう方がね、まあ、ライバルだとするじゃないですか。あなたはどうですか。もう一人、あなたはですね、あなたがこっちに立っているとして、じゃああなたは健康的にどんなそのがんにならないような食事をしていますかっていうふうに聞かれた時にですね、まあ、タバコ吸ってたらねアウトですよ。タバコ吸ってると肺がんになる確率めちゃくちゃ高いですからね。で、アルコールは？アルコールどうですかって聞かれた時にですね、アルコール飲んでるとアウトなんですよね。アルコールもめちゃくちゃ癌の確率高くしてしまいますので、癌、そのアルコールを取っていてもアウトなんですよ。もうこのアライバルに勝てないんですよね。そして、揚げ物はじゃあどうですかって。日頃の食事がね、揚げ物多くないですかって。もうここでその週にね、まあ、3回以上とか揚げ物入ってる方はもうそこでアウトですよね。そして、お肉はどうでしょうか。お肉取りすぎるとね、がんの確率を高くしてしまいますので、赤身肉とかね、牛とか豚などの赤身肉は、がんの発生確率を高くしてしまいますので、肉はどうですか？肉好きじゃないですか？魚食べてますかって聞いた時にですね、魚食べてますか？なかなか食べてる方少ないんですよね。だからここで、ね、やっぱりそのお肉の方が好きだという方は、やっぱりですね、負けちゃう確率が高くなっちゃうんですよ。じゃあですね、甘いよどうですかとか、和食食べてますか？野菜たくさん食べてますか？こういうふうに聞かれた時にですね、あなたが負ける確率って、結構高くなっちゃうと思いませんか？え、今までそんな癌になるとは思ってなかったんだけど、もしライバルがこんなその健康野郎だったら、ちょっと負ける気がするというふうに思いますよね。で、しかもそれがですね、3人に1人になってくるとですね、もしその3人がですよ、私はタバコ吸わないです。アルコールも飲まないです。私は野菜結構食べます。揚げ物取らないですし、魚食べます。あなたはどうですか？あなたもしかして揚げ物取ったりとか、お肉食べたりとか、アルコールとかタバコとか、お野菜なかなか食べなかったりとか、そういう習慣していないでしょうか。もうそうなると、3人に1人がんで亡くなってしまいますので、あなたがアウトになっちゃうんですよ。だから結構ね、これ怖いことなんですよね。なかなかできていないんですよ。そのお肉をなかあんまり取らないするとか、お野菜たくさん食べるとか、アルコールを取らないか、タバコを取らないとか、まあこういうのって結構難しいので、もう多くの方がミスしてしまって、いずれがんになってしまって後悔されているんですよね。まあですので、自分ががんにならないって勝手な思い込みっていうのはまずはなくした方がいいです。そして今からちゃんとがんにならないように努力必要があるんですよね。で、そこで今回の話、がん細胞を短時間で 98% 死滅させる脅威の食べ物、これを知っておくとやっぱり今後とても心強いですよね。あなたがですね、そのもう一人ライバルとですね、対決をするとなりました時に、この方はね、私はねお野菜食べますって、アルコールを取らないです、タバコ取らないです、じゃあですね、あなたはそのがんをね死滅させる 98% の食材取ってますかって聞いた時に、いや私はそんなの知らないですけどみたいな相手がいたらですよ、で、あなたはじゃあどうですか、私はがんを 98% 死滅させるこの食材を取ってますというふうに言うとですね、勝てそうじゃないですか。だから結構この話はね結構重要なんですよね。なのでまあこの話をぜひお聞きいただきたいんですが、その 98% がん細胞をやっつけてくれる食材は何かっていうと、ゴーヤなんですね。おお、ゴーヤかと。ゴーヤは確かに健康そうに良さそうですよね。健康に良さそうですよね。もういかにも体に良さそうじゃないですか。苦いから、あの苦さが効きそうですよね。で、ゴーヤってね、その沖縄県で特によく食べられてる野菜で、生産量も沖縄県が全国1位なんですが、結構栄養が豊富そうだなってイメージがありますよね。でもゴーヤってね、そんなレベルじゃなくて、めちゃくちゃ健康にいいスーパーフードなんですよ。もうすごいスーパーフードなんですよね。
でそのためですね、沖縄県って日本一の長寿県だったというくらい、まあ、今は違うんですが長寿県だったというくらい長生きしている方が多かった県なんですが、その理由の一つがゴーヤだったんじゃないかというふうに言われているくらい、このゴーヤっていうのはすごい食材なんです。でこのゴーヤが癌に効くんじゃないのということは研究の結果から分かっています。これはですね、アメリカのコロラド大学癌研究センターのラジェッシュ・アガワル教授という方の研究チームが行った研究で、ゴーヤの抽出成分が癌の細胞の増殖を抑制する働きがあることということを確認したものになります。で、ね、この研究を行う前にですね、以前の研究でゴーヤがですね、乳がんの癌細胞の増殖を抑制するという働きがあることは確認されていたんですね。それまでもうすでに分かっていたんですよ。ゴーヤって乳がんに効くんだねということは分かっていたんですよ。でもその後ですね、研究を重ねていっていて、この、コロラド大学の癌研究センターですね、癌のその研究をやっぱ続けているんですよね。でその後も研究を重ねた結果、ゴーヤがですね、膵臓がんの癌細胞に対してそのエネルギー源であるグルコースの代謝能力を抑えることができたんですね。そして結果として膵臓のがん細胞がエネルギー切りによって死に至るという働きを発見したんです。つまりゴーヤはですね、乳がんと膵臓がんのがん細胞をやっつけるということが分かったんですよね。でしかもその働きの基礎というのが、がん細胞というのは糖質をエネルギーにして育っていくんですが、このがん細胞のエネルギー源であるグルコース糖質をですね、代謝能力を抑えることで、エネルギー不足にすることでやっつける、つまりがんをですね、兵糧攻めするような、働きをすることが分かったんですよ。がんがいてね、もうどんどんその糖質を使ってね、そのどん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 大きくなっていくわけですよ、がんの白がね。でもそこをですね、周りを取り囲んでですね、もうお前の白に糖質は入れないぜっていうふうな、囲いをしてですね、兵糧攻めするんですよね。でそうするとそのがんのですね、もうご飯がないですから、もうがんはね、どんどん死滅していくんですよ。お腹すいた、歯もかすいたっていうふうにがんが死滅していって、そして結果的に 98% が死滅するという、まあ、すごい発見なんですよね。だからこれ本当にすごい研究結果だと思うんですよ。よくぞ見つけてくれましたっていう、ところなんですよね。でこの研究ではですね、マウスを使って比較実験をしているんですが、がんのマウスを用意してですね、そこにゴーヤの抽出液を飲ませて、そして飲んでいないマウスと比べてみたんですよね。だからゴーヤを、抽出液を飲んだグループとゴーヤの抽出液を飲んでいないがんのグループとを比較したんです。そうするとゴーヤの抽出液がプロテインキナーゼという酵素の働きを促進する効果が認められて、働きを進める効果が認められて、そのために結果的に 60% もの膵臓がんのがん細胞の増殖が抑制されることが発見されたんです。だからがん細胞がですね、 60% すで、にその膵臓がんを持っているマウスがですね、 60% もがん細胞が、増殖が抑制されたということですね。これも結構すごい結果なんですよね。だから生体内にあるがん細胞も、60% は軽減できる、増殖を抑制できる働きがあることが、可能性が期待されるんですね。そしてまた別の実験も行われていて、水にですね、わずか 5% に希釈したゴーヤのジュース、ゴーヤを溶かしたものですよね、がですね、膵臓のがん細胞にどのような損傷を与えるのかということも調べているんですが、この際にですね、4つのがん細胞のサンプルを用意して、そしてそこにそのゴーヤのジュースをですね、抽出液を注入していったんですよね。 5% のゴーヤ抽出液を注入していったんですね。でそうしてその比較をしていったんですが、どのようなその経過するのかって見て調べていったんですが、そうするとですね、この4つのサンプルにですね、著しい損傷を与えていることが分かったんですね。ゴーヤががん細胞をやっつけていることが分かったんです。でこの4つのサンプルのうち2つのがん細胞の生存能力をですね、 90% 削ぎ落としていたんですね。このサンプルのうち2つは 90% 生存能力を落としていたんです。そしてもう2つのがん細胞はですね、 98% も減らしたという結果が分かったんですね。だから、まあ、どのサンプルもですね、9割以上はがんの細胞の生存能力を落としていたということが分かったんですよ。でしかもこの効果を得られるまでどれぐらい時間かかったかっていうと、たった72時間だったんですよね。つまり3日間ですよね。24時間かける3で72時間ですよね。でつまり3日間でがん細胞を 98% も減らしたということですので、ゴーヤってものすごいがんに効くんだなってことが分かったんですよ。まあ、ただね、そのマウスの実験とサンプルを用いての実験ですので、その人体でね、その行ったわけではないですから、これがそのまま人体でね、ゴーヤを食べたら、60% 膵臓がんを軽減するとか、98% ゴーヤ、そのがんが治るとか、そういうわけではないので、その点は注意が必要なんですが、まあ、少なくともそのマウスはですね、人間と同じ哺乳類ですので、まあ、少なくとも膵臓がんにね、めちゃくちゃ効果あるんじゃないのってことは分かるんですよね。で、なんでゴーヤがこれほどがんに効果的なのかですが、実はゴーヤって、様々な健康にいい成分が入っているんです。
で、ゴーヤにですね、いろんなその健康成分入ってるんですが、その中で特にですね、そのがんに効きそうな成分を抽出してお伝えするとですね、まず成分の一つ目はビタミン C です。で、ゴーヤのビタミン C の含有量はですね、1本あたり 76mg と、これってとても多いんですよ。なので、ビタミン C が多いと言われているキウイがあるんですが、このキウイに含まれているのは 69g ですので、これよりもさらに多い量ですので、このビタミン C を取るためにゴーヤというのは非常に優れた食品になります。で、このビタミン C はですね、抗酸化作用する栄養素の一つで、体の老化を防いでくれるとともに、がん細胞に、がん予防に関して多くの効果をもたらしてくれるんです。で、これがゴーヤの優れているところなんですが、本来ビタミン C というのは熱に弱いものなんですよ。加熱すると壊れてしまうんですよね。だからその本当はビタミン C で生で摂ることが理想的なんです。しかしゴーヤのビタミン C というのは熱に強いんですよね。だから加熱しても壊れないですので、油で炒めるとかこういった調理法でも損失なく摂ることができますので、非常に摂りやすいんです。だから例えばレモンとか、みかんとか、まあ、その他にもそのビタミン C 多い食材ってあるじゃないですか。ああいったほとんどのものはその加熱すると壊れてしまいますので、ビタミン C うまく取れないんですよね。でもこういった、ゴーヤとか、あと芋とかもね、さつまいもとかもそうなんですけど、ビタミン C がこういったものがね、壊れにくいですので、すごく取りやすいんですよね。で、またゴーヤには他にもですね、血糖値を下げて肝臓機能を上げてくれるモモルデシンという物質とか、植物のインスリンというふうに呼ばれているほど血糖値を安定させてくれるチャンランチンなどの栄養素も入ってますし、がん予防に作用するものとしてモモルカロシドとかカロテンとかサポニンなどの成分も入っているんですね。だからがん予防に関しては3つも成分が入っていますので、まあ、ものすごい働きをしてくれるんですよ。だからがんに作用して予防する健康成分ももちろん入っていますし、たくさん入っていますし、がん以外でも健康のためにとてもいい働きをしてくれるんですよね。だからゴーヤって健康的にものすごくいい食材なんですよ。ですので、まあ、ゴーヤをね、取っていただきたいんですが、まあ、苦手な方っていらっしゃるじゃないですか。私も苦手なんですよ、ゴーヤって苦いから。私も、ね、結構味覚がね、そのちょっと子供寄りなのか、苦いの苦手なんですよね。食べれないことがないんですけども。で、そのゴーヤね、苦味成分が強いですので、なかなか食べにくいという方も多いと思いますが、下ごしらえをすることによって苦味が減って取りやすくなりますので、もし苦手な方は、この下ごしらえをですね、ちゃんと十分にしてもらうといいですね。で、下ごしらえはですね、まずゴーヤを適度な、料理で使う、お料理に使う、大きさに切ってですね、その後で塩小さじ2分の1と、そして砂糖を小さじ2杯入れていただいて混ぜるんですね。混ぜていただいた後、5分から10分ぐらい置いていただくと、苦味成分がね、じわーっと染み出てきて、水分と一緒に出てきますので、こうすると苦味が出てきますから、取りやすくなるんですね。で、また、さらにゴーヤといえばゴーヤチャンプルですが、油とですね、こうやって油と一緒に調理することで苦味を感じにくくなりますので、下ごしらえをした上でこのゴーヤチャンプルに使っていただくとですね、油がコーティングして苦味を感じにくくなって取りやすくなりますので、もし苦味がね、苦手という方はこれもおすすめです。まあ、ただ本当はね、その苦味成分を取れた方が健康的にはそのいい成分は苦味成分にも入ってますので、まあ本当はその下ごしらえをね、そんなにたくさんしない方がいいんですが、もし苦味が嫌な方はね、ぜひおすすめの方法になります。まあ、ですから苦味がね、苦手だけども、でもがんにはなりたくないという方はですね、この方法でゴーヤデビューをしていただいてですね、そしてがんを予防していただきたいと思います。で、またですね、以前の動画でがんにならないために発がん性のリスクを高めてしまう避けるべき食品についてお伝えさせていただきましたが、これってご覧いただきましたかね。で、もしまだご覧いただいてない方はですね、この動画の後でタイトル下の説明欄にですね、動画のリンクを貼り付けておきますので、ね、そちらからですね、がんになってしまう、食材ですね、がんになってしまう避けるべき食品についてまたそちらもご覧になってください。で、このチャンネルは今後もあなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしていきますので、お見逃しがないようにチャンネル登録をお願いします。そして高評価もいただけるとですね、他の多くの方にこの健康情報が、見ていただきますので、まずぜひ高評価のご協力もお願いします。もし私の整体院とかサポート付きのファスティングにご興味ある方は、下の説明欄にホームページにありますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。